はい、どうも、はじめまして。スタンドバイシネマチャンネルを使わないこです。よろしくお願いします。はい。このチャンネルですね、新旧問わずりの映画の感想や考察を行いながら、時折ゲストさんをお招きして、いろんな企画に挑戦していこうという映画チャンネルでございます。よろしくお願いします。はい。というわけで、来ましたね。とうとう、オビアン・ケノビ最終話でございます。というわけで、もちろんね、今回は第6話の小ネタ&レビューでございますよ。いやー、来ましたね。最終話、もういろいろね、紆余曲折あったこのシリーズでございますが、まあ、おおむね今回は、大団円って感じになったんじゃないでしょうか。まあね、それでもかなり個人的には突っ込みところ多かったですが、まあいろいろそれをね、細かく拾っていければいいかなと思っております。はい、というわけで行きましょうか。まず冒頭からね、今回スターデストロイヤーに乗って、ダース・ベイダーがオビアに乗ってくっていう流れと、サードシスターがタトゥイに行って、ルークをさらいに行くっていう、二つのルートに分かりました。もちろんね、ダース・ベイダーがね、大尋問官の言ったことを無視して、オビアンを追っていくって流れは、まあ、予想通りだったんですけども、まだサードシスターがね、なんでタトゥイに行ったのか、なんでルークの狙いに行ったのかってところなんですけども、まずね、ここ一個いきなり、すいませんね、いきなり突っ込みところがありまして、前回のね、5話の最後で、オーウェンの元に、子供がいるから、なんとか守ってほしい、みたいなことを傍受してたと思うんですけども、ルークがアナキンの息子だから、せめてルークだけでも始末しようっていうことで向かったってことなんでしょうけども、あの電波の傍受しただけで、なぜルークがアナキンの息子って分かったのかっていうところが、結構曖昧だったんですね。フォースの力って言っても、まあそんなことまで分かんのかっていうところはね、まあいろいろあると思うんですけど、で、それでずっとサーシスターが、例えばね、ルークを追っていくって流れが別ルートで見えていくんですけども、そこがね、かなり曖昧なので、正直、なんで彼女がそこまで必要に追ってんのかっていうのが、めっちゃモヤモヤしましたね。この辺がね、もう今回のね、弱点だったんですよね。今回のシリーズの。そういうとこ多すぎた。ただまあこっちでね、オーウェン夫婦がね、必死に抵抗して、ルークを守るっていうシーンが見れたんで、ここはね、今まで描かれてることなかったんで、とてもね、あ、こんなにも、自分の息子じゃないのに愛してるんだっていうとこが見れたんで、とても熱かったし、で、もう一個そのダース・ベイダーがオビアンを持っていく流れ、これはね、やっと再戦が見れるってことで、かなり熱い展開でございました。で、ここで完全に復活したオビアン・ケノビ、もうすごかったですね。岩をね、グガグガってドラゴンボールみたいに持ち上げてぶつけるみたいなシーンとかもありましたし、で今回最終話なんですけども、かなりね、今までのいろんなエピソード、プラスアニメシリーズとのリンクが見られまして、かなりいろんなオマージュシーンがありました。はい。で、ここでオビアンがね、言うセリフがありまして、我が友は完全に死んだんだっていうセリフがありました。これはですね、エピソード6のルークがダース・ベイダーに対して言う、父は完全に死んだようだっていうセリフの完全オマージュでしたね。あれをリンクさせました。で、こういうシーンが今回ね、とても多かったんで、いろんなシーンを見返すといいんじゃないかと思ってます。はい。で、ここで見れましたね。もちろん、タラクの中でソレスの構え、久々にこのカッツリ見れました。なんか二重飛び、なんか岩を使って二重飛びみたいのをして、オビアン・ケノビがダース・ベイダーのこの右半分のね、ヘルメットをバッと立ち割るシーンがありました。で、ここの右半分がかかって見えて、とてもリアルな表情が見えて、あそこはですね、反乱者たち、アニメシリーズで、アソーカ・タロン対アナキンが戦うときに、左側を削る人っていうシーンのオマージュでしたね。今回、オビアンが使命を果たさねばならぬっていうところに対して、ダース・ベイダーが、では死ぬしかないなってセリフがありました。で、あれもですね、反乱者たちで、アソーカ・タロンが、今度は置き去りにしないっていうね、アナキンに対して、アナキン、つまりダース・ベイダーが、では死ぬしかないっていうシーンもありまして、そこも完全にリンクしてましたね。今回、特にね、やっぱ、アソーカ・タロン対アナキン、まあ、ダース・ベイダーの戦いとのオマージュもとても多かったんで、ぜひとも気になる方は、反乱者たち、ディズニープラスで見れますんで、見てみてください。で、ここでやっぱ気になるのが、この今回右半分をね、ヘルメットで勝ち割りましたけども、エピソード6でヘルメットを取った姿を見た方は分かると思うんですけども、彼はこの右半分の頭に傷があるんですよ。大きいギガガガって傷があるんですけども、多分、それはおそらく今回でついたんではないでしょうか、と思うんですけども、結構明確にはね、その傷は見えなかったんですよ。なので、もう見せるなら、あそこ見せちゃえばよかったのに、それもちょっともやっとしましたね。完全におそらくね、あの傷だと思うんですよ。で、去り際に消えましたね。ダースって言ってましたね。オビアン・ケノビがダース・ベイダーのことを、アナキンでもなく、ダース・ベイダーでもなく、ダースって言ってましたけども、このダースっていうのはエピソード4で、もちろんね、オビアン・ケノビが言うセリフなんですけども、なぜダースって言ってたのかって問題が結構あったんですよ。ダースって別にその名前じゃないですかね。ダース・ベイダーだったり、ダース・ディアスだったり、ダース・モールだったり、冠みたいなことだったんですけども、なぜダースって言ってたのかっていうのはここではっきりしましたね。まあ、ダースっていうのは結局、とうとう闇に落ちてしまったなっていうことの意味だったんですね。なので、ダース・ベイダーでも、アナ・ピキンでもなく、ダースって言うんだ。その流れで行きますけども、出てきましたね。パルパティーン。ホログラムでしたけど、いやー、マクダミドさん。何回目 ?6 回目じゃないですか?いやー、出てきますね。彼がホログラムに出てきて、たらダース・ベイダーをある意味悟すっていうか、お前をオビアに固執しすぎだと、動揺してるみたいなことを言うことに対して、ダース・ベイダーが、いや、もうオビアは何者でもありません。みたいな感じで、そこで、帝国のマーチが流れるっていう、なかなか熱いシーンでございました。つまり、ここでですね、パルパティーンがこういうことによって、ダース・ベイダーもある意味、一個軽く吹っ切れた状
状態ですね。今回からエピソード4まで9年間あるんですけども、この9年間ダース・ベイダーはオビアンのことを追ってないっていうことが示唆されたっていうこと、結構大事なシーンでございましたね。で、話は戻りまして、サードシスターの方でございます。で、ルークを追っていたんですけども、結局こっからね、オビアン・ケノビが戻ってきて間に合うっていうのも結構面白かったですけども、サードシスターはルークのことを殺せずね、彼女は暗黒部に落ちないで済んだっていうことで、まあなんとなく綺麗に決着がついたんじゃないでしょうか。というわけでね、もう本当に何回も言ってましたけども、サードシスターはいいですよ、こんだけ書かれて。いや、フィフスブラザーとかどこ行ったんですか、マジ。一回も戦ってないじゃない。ほんとこれはね、三冠かわいそうだし、あんだけがっつりメイクしてね、フォースシスターとかもね、全然出てこなかったし、かなりね、消化不良だったんじゃないですか、尋問官たちチームは。もうちょっと描かれてもよかったんじゃない、せめて1、2回戦うとかね、あってもよかったと思いますけども、まあ一応これサードシスター編も決着がついたってことでございました。はい。で、そのままエロデリアンに行きまして、レイヤーにね、あのターラのホルスターを渡すっていうシーンがありました。まあ、あのホルスターはおそらくエピソード6のヤビンの戦いでレイヤーがつけてるホルスターと同じってことなんだと思います。おそらくね。まあ、あのホルスターね、どこにでもあるって言ったらあるんですけども、まあおそらくあれをきっと彼女はつけていたんでしょう。で、ここで、ずっとね、言及されてました。エピソード4の新たな希望で、レイヤー姫がね、オビアにメッセージを送るときに、あなたはクローン戦争で父に仕えてくださいました、みたいなことでメッセージを送るんですけども、あれがね、すごい他人行儀で、あれ今回の大冒険はどこ行っちゃったんだ問題が言及されていましたね、今回。ですけども、今回かなり無理やりですけども、うまいことを、まあ、決着つけたっていうか、着地したセリフがありましたね。まあ、オビアンがね、レイヤーに対して、今回のことは伏せていこうと。我々の関係を捨てておいた方が周りの安全につながるって、レイヤーに言うことによって、つまり今回の大冒険はあったんですけども、これ以上情報を広めると危険なんで、二人の中では秘密にしておこうっていうことになったっぽいですね。なったっぽい、って感じでございました。まあかなり無理やりですけど、まあなるほどなっていうことでございました。なので、あのホログラムでは結構ね、すごい他人行儀だったっていうことだったでしょう。はい。で、最後のシーンでございます。これはね、結構胸熱でした。着てる衣装ね、最後、あれはもうエピソード4のね、オビアン・ケノビの衣装でございました。で、ここでルークに会うか会わないかみたいな応援に言われてね、最後じゃあ一回会わせてもらうかみたいに言って会うシーンがあって、あ、会っちゃうんだと思いましたけども、ここでね、オビアン・ケノビ第1話で T16 のスカイホッパーを渡そうと思って、おもちゃ渡そうと思って、あのオーベンにいらねえよって返されちゃったっていうシーンがありましたけど、悲しいシーンがありましたけども、あれ今回ようやくね、 T16 スカイホッパーをルークに渡せるってシーンがありました。そういうことによってエピソード4でね、あのルークがあのおもちゃで遊んでるっていうシーンが繋がるってことございまして、それを渡すシーンでようやく聞きましたね、ハローゼア言いましたね、ハローゼア。まあ、ほんと、これといえば、オビアン・ケノビのね、名台詞でございます。決め台詞でございます。まあ、いや、とか、こんにちはってだけなんですけども、これがね、第3話で、レイヤー姫にね、挨拶しないよって、オビアンが言われた時に、ハローしか言わなかったっていう伏線がようやく回収されましたね。ああ、ここは気持ちよかった。うん。ルークは、ここから約9年間あるんですけども、まあ、この1回だけだったんでしょうね。なので、まあ、記憶なかったんでしょう。変なおじさんがおもちゃくれたとかしか思ってなかったんでしょうね。ということで、まあ、一回しか会ってなかったんで、勉強の日に会った時に分かんなかったっていうことだったんでしょう。そして、その流れで散々言ってました。その通りでございます。クワイガンジン、リアム・ニーソン出てくれました。いや、もうこれだけでね、まあ、もうずるいっすよ。ずるいっすよ。最後の最後で持ってっちゃった感じがありました。もう何年ぶりか、十何年ぶりのね、クワイガンジンってことで、激アツでしたね。まあ、よかった。ジェダイってのは執着っていうのをしてなきゃいけないんですよ。オビアン・ケノビがアナキンが執着してなかったことによって、完全なるフォースの力を得しきれてなくて、レーターが見えてなかった。最終的にアナキンへの執着してたことによって、クワイガンジンが見えたっていう、まあ、綺麗に一応決着がついたんじゃないでしょうか。というわけでね、その先ほど言いました、尋問官たちのことなどね、いろいろね、納得いかない部分も、ちょっとんって部分もかなり多かったシリーズでございますが、まあ、一応大断円ということで、この後になんとね、1月31日から、キャシアン&ローグワンのね、が始まります。今回のね、オビアン・ケノビは6話ですけども、このキャシアン&はなんと12話あるってことで、かなり細かく描かれると思うし、個人的には、キャシアン&に力を入れてる感が僕ちょっとするんで、そっちをね、レビュー上げていければいいかなと思っております。はい。で、もちろんね、その麻生太郎のドラマシリーズが決まってます。で、麻生太郎の方には、アナキン・スカイウォーカー、またね、ヘイデン・クリステンセンが再演してくれるってことで、それも楽しみではございます。そう、スタッフ陣とかユアン・マクレガーとかは、シーズン2を作ろうかなみたいなことを言ってるんですけど、僕個人的にですよ、個人的には、いりません。シーズン2は、いりません。もう大丈夫です。もうほんと、こっから9年間は隠居してて、なんかあったかもしれませんが、それはそれでいいんです。もうね、ほんとね、この余白はね、余白のままでいいんですよ。結局、その好きな子とかね、好きな恋人とかが、普段何してんだろうって思ったりすることをね、皆さんあると思いますけども、そこは想像で補っておけばいいんですよ。この完全に見せてもらえると、いや、それはちょっとね、あ、そんな見たくなかったみたいなことも多いですし、まあ、つまりそういうことなんですよ。もう余白は余白のままでほっときましょう。もう全部埋める必要はないんです。やっぱ今回シリーズを見て思ったのが、
ない。ハンソロのスピンオフを見た時とかなり似たような印象を僕個人は受けました。というわけでシーズン2は僕個人的にはもう大丈夫です。またね、こうやってスターウォーズ関連とかね、いろんな映画のコメントやレビューを行っていこうと思ってますね。よかったら高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。はい。というわけでありがとうございました。まあ、それでも、フィフスブラザーはかわいそうやな。